皆さんこんにちは、 K パパと申します。今日は横川駅前に来ています。ただいま横川駅前駐車場に設けられたイベント会場の入り口の前で待機しているところです。今日の日付は1997年5月24日です。今日はここ横川運転区でさよなら薄い峠イベントが開催されますので駆けつけました。ただいま大勢の鉄道ファンの皆さんが入場を待っているところです。それでは早速横川運転区の庁舎内にお邪魔してみましょう。庁舎内1階では信越線横川軽井沢間が開通して間もない頃からの貴重な写真パネルが展示されています。当時の写真を拝見してみますと、横川軽井沢間の薄い峠越えの歴史が非常に長いものであることを実感させてくれます。歴史の移り変わりを見ますと、アプト式蒸気機関車の時代、そして電化されアプト式電気機関車の時代、そして現代に至る粘着運転方式の時代と、常に増大する輸送量を賄うため進化してきた歴史がよくわかります。
それでは続いて外に出て運天区の構内にお邪魔してみましょう。運天区構内には EF63 10連が何組か停車しており、非常に間近で撮影できたことは大変貴重な経験でした。次は横川駅構内に戻ってきました。ちょうど上りの特急白山号が到着するところです。そろそろ今日のメインターゲットが来る時間です。1996年秋に運転された旧型客車使用のレトロトレイン水峠号が今度は横川止まりとなって運転されました。いよいよこれから横川駅構内で珍しい客車の入れ替え作業が始まります。EF62 は下り線の 25mm の坂にまで入っていき、6両の客車を別の線へ移動させます。ここで機関車がバックで客車を押すという推進運転が見られまして、まるで下り本線を逆走しているような面白い光景となりました。
番線に停車した旧型客車から EF6 人は切り離され、夕方の折り返し運転までしばらく待機します。4番乗り場のホームから停車している EF6 人と旧型客車がじっくりと撮影でき、非常に貴重な経験でした。いやー、今日は貴重な昔の写真が EF63、EF62、そして旧型客車が間近で見られて大変大満足でした。それでは今日もご視聴いただきましてありがとうございました。またの動画でお会いしましょう。ありがとうございました。